こえてきた。お、あった。おお。でかくこれ。それは？これは絶対甘だやろ。甘だ。叩きよるもん。叩きよるもん。ビン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 ションね。ファイトビーンズ。え？なんなんなんな。ビンビンショルよ。白いよ。白い？白いよ。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 ピラピラが見えない。ピラピラが見えない。はい、綺麗ですね。こいつは綺麗ですね。はい。でも生き生きピソきましたね。熱帯魚水槽に入れときたいもんね。はい、ねえ、熱帯魚として販売したらね、うん、綺麗かもね。うん、弱いもんね。さあ、糸より2匹目。楽しみな糸より。バイドビンドでいいかい。うん、さっきね、言おうとした途中で止まったけどね、うん、あのベラとか糸よりとか煮付けが美味しいって言うやん、うん、味の話すかなんかさ、だいたい煮付けにされ る, るいい味でね。そういうことよ。違うよ、あの味、その食味っていうのはね、食味っていうのは味だけじゃないけん、食感とかも含めて美味しいね、うん、あれで食感も悪かったらもうね、つけようのない。そう。こないだのあいつ何やったっけ、あのイラか、イラ、イラも煮付けにすりゃよかったね。本気で甘大の狙いよ。その狙い方、トントンって砂場巻き上げんさっていうか、うんうん、カレーとかもそうやもんね、カレー釣りもなんかこんなへんてこりんな重りで、うん、そこを巻き上げて、こっちにはキラキラまでついとっけんね。そう、アピール力が、向こうヒラヒラがついてるね。なんか一宮さんも言いよったけど、鉛の方が来るっていいよ。あー言ってたね、タングステンじゃなくて、うん、小玉さんのライバルの一宮さん。いや、ライバルとか思ってないですし。ねえ、勝手に思われてるんすか。そうそうそう、法的に。なんで今日もう賑わってるパールマリンの船が今日はあんまり来ない。うん、なんでやろうね。あ、釣れないから。そう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 、糸よりよ。白浜だいよ。冬の糸より乗り合いせんとかないんやろうかね、東京の方では。で、ね、俺びっくりしたのが黒アナゴ釣りもあるんよ。黒アナゴ釣り、札釣りのね。おーおーおー。でも2メーターぐらいの黒アナゴやけんね。あでかっ。やばいな、意外と揺れるな。ね、飲んできてよかった。俺はもう安心やねろ。遠くを見てますからね。竿先見て、竿先、竿先は見らんでよか。当たりの伝わってくけん、この竿よか竿やけんか。竿先、うん、当たりの伝わってくけん。おお、来た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 。おー、やっと乗った。ナイスー。糸より来たー、やっと来たー。ナイスー。やばい、糸より手の感覚で分かった。いい竿やけん伝わってくるんですよね。やっぱり来た。あれ外れた、あれ外れた。あー、あーさあ、それ難しいもんね、これ。なんか追い合わせ先輩だから。いくわ、餌つけ直さんばか。次は上から大体でよかけ、何センチくらいのところに積むかを考えよう。これを90度にした状態でいきます。はい。で、ただこれ、これが狂ったら最悪。この90度がもうちょっと、海、海、1ミリ海、オッケー、海、山ー、海、山、いきます。はい。ここはもうコーターさんにかかっとっけんね。コンシェント。うん。このコーターさんのさじ加減にこうかかっとっけん。ほぼ目分量。今んとこまでいい感じや。山。ちょっと回転しよう。山山山。オッケー。回転させないようにだけお願い。オッケー、こっち割り。じゃあひっくり返しましょうかね。OK。
しい。はい。よし、じゃあこれを取っていきましょう。はい。行くぞ。はい、気持ちいいやつ。じゃあ。アームクーヘンのできたね。あれだ。あれだ。よし、これで OK です。さあ、あとは綺麗にしててください。はい。あ、でも綺麗に切れたね。こっちは綺麗やろ。こっち結構ガタガタであるけど。でもいやいや、十分よ。多分ね、まっすぐじゃなくても、まあ、ボルトやけん、結局。上に乗ってボルトやけん。ああ、まあ、そんなに重要じゃないと思う。まあ、締め込みや。ああ、で、柱の方も、こうへこますってことやろ。そう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 。はい、次、柱の方やね。ちょっと一回合わせようか、あの解説も兼ねて、モタ君すら分かってたんで、こう、同じようにこう削って、こう入れるんだけど、はいはい、こう入れた時に、はい、ここが平らじゃないと、この木に乗らん、はい、この一点だけで乗る感じになるけん、ここを平らにしとくことによって、ここに乗る、うん、OK? OK? ボルトで止める。止める。って感じです。タバコしよっか。休憩。休憩。いや、いい感じになりそう。うん、なりそうなりそう。はい、休憩終わりました。終わりました。はい。電気が入ってませんでした。はい、あとあっちがついてません。ほんと。俊敏や。俊敏や。めっちゃちっちゃい声で、うん、俺行きます。はい、ちょっと手間めにしとっけ、がっちり入ってほしい。チェス。はい、はい、いい、これが気持ちいいもんね。あ、じゃあはめてみましょう。はい、さあ、綺麗にはまってくれよ。さあ、まず、はい、あ、はまりそう。あ、はまりそう、はまりそう。はみみや抜いてんのか。ノットハンマーやった。入った。こっちも持っていいですか。ちょうどやね。お、完璧完璧。はい、お願いします。おお、よくよくよ。じゃあ、こいで、あとはボルトを買いに行く人一人と、すでに迎えに行く、うん、あと、ご飯の準備しましょうかね。はい。ということで、できました。はい。まず、ここに重量が乗る。うんうん。こっち上の方ね。で、こう力がかかるけど、ここに乗ってるっていうのと、ボルトで締めるけん、これが浮いたりはせん。うん、ここで、ぶっといボルトで止めます。はい、そしたらもう大丈夫だと思います。です。はい。あとは地面の強度とかになるけど、まあ多分このままで大丈夫だと思う。はい、ありがとうございます。おお、また来た。おー、距離。抜けた。あー。多分抜けた。まだいじゃね。まだたいかな。おお、もう来た、もう来た。ついたのかな。あ、ついてんだな。何回も落としたな。確かにね。何回も落としよったかな、俺。なんなんだ、こいつは。でも、また落とされたって。どういうことね。ちっちゃいのがついとくかもしれない。やった、あそこについた。逃げようって。ブルブルブル。白い、来た。白い、白い。はい、なるほどね、そのサイズか。ね、ありがとうございます。青物狙います。はい、ジグいいね。チガチに締めてやります。いいね、ジグしたいな。そうです。あ、ジグ投げます。でもそっか、このなんか間でヒラメとかも前やってたことあるしね、そういえば。あ、そう、確か。あ、ちの方ね、とかマゴチとかね、一応いるところではあるけんが。はい、しゃくり始めました。赤帽子男。
もし自分で意識してないからさ、動画見て、ああ、こんなにかぶってたねって。かぶってる本人はもちろん見えんから。うん、いつもの青い帽子でもかぶってる気分だよ。小玉さんの弟は緑の帽子かぶってるんですか。小玉さんの偽物はあれやろ、黄色い帽子かぶってるし、小玉さんの弟の偽物はあの紫の帽子かぶってるし、小玉さんの嫁さんはピンクにドレスば着とったやろ。あんまり釣れんかなと思うんですよね、ワンちゃん。あ、釣りがあるよ、近くても盛りもある。カワハギ、カワハギおらんかなって思って、今が旬でしょ。うん、カワハギ狙ってみよう。はい。まあ何でもやってみらんことには分からんけん、糸よりが5連で釣れるかもしれない。5連糸より。はい、カワハギ仕掛け。いい、ね、3つあるけん、餌が。おお、乗った。じゃあ乗った。なんや？糸より来た？カワハギ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 って言われればカワハギ。ベラ？カワハギつけたらカワハギと見返るよ。うん。あ、白い。なんや？あ、お？あ、またー！ファイヤー！めっちゃ痛い。こういうやつもいるので。こういうやつもいる。チャリコ。チャリコ。ダリコ、これで逃がしてやろうかな。ナイス。そう。泳がせる？泳がせる？青物釣れるかな？当たった。お、やっぱ餌は。餌は強い。うん。お。ワンチャンついてるかもしれない。うん、まだプルプルなんかしよるように見えるけど。落ちていくときにプルプルしよる。なんかついた。なん？あ、エソ。エソ？俺一瞬キスかと思った。おう、俺もそうかと思ったけど。はい、チビエソ。小さいエソが。ち、俺が。逆にそのサイズ初めて見たかもしれない。エソ。ほら、あら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 。よーしゃー。あ、なんだ今の。なんだ今の。すごかったね。おう。あらかぶついてんじゃね？うん。あら。え？目がかり？ビビビビビビーンってなってね。まだついてるこれ。うん。岩に挟まっとったよね。挟まってそう。出てこい。エラばガバーって開いとったよね。お？足を変えて。あ、船は動かします。食べた？食ってるだけ？さっきの部分は、かなで、ね、あの、おもりの部分が引っかかってんじゃないかな。あー、ね、まあ、スポンって入ってしまったのかな。あー、残念でした。残念でした。セメントがあと2と、セメントここにさ、水を借りちゃうやんだけ、セメント2、砂4、砂利4、砂6、この今ある分のセメントじゃ足りないと。そうそう、だけあと2体分、セメントあと2ぐらいいるけ、それに対しての砂砂利も考えて。なるほどね。こうかな。砂4あればいいけ。あるね、砂はあるね。砂7ある。砂利の方が多いとか。ちょっと待ってね。まずセメント2買ってくるのは確定ね。はい、で4倍分いるけ。砂が8いる全部で。じゃああと1。あ、でセメント2と 砂1と1。セメント2と砂砂利1ずつだ。1回下ろしてよかったね。無駄に買ってくる。あ、でも砂利下に敷く分も。そっか。砂利プラス3。よし。よし。完璧なパフォーマンスを見せたね。ちょっと高さがあったけん、ああ砂利は敷こうかなと思って。なんでもやしやすいしゅうなんかえらい濡れとったけん。あ、そうだ。あ、確かに乾きそうね。
でもそれでカップライス見入れたらいいかも。そやさん。そうか。ただ炭の力で乾くじゃないと。わからん。早く、早く、早く。せー、あの、やればわからん。今、これ炭の。いや、今燃えとんま牙1個ぐらい置いたら夜中。分かったさ、言われんでも。言わんでくれよ、分かったことは。ほら、ほら、ほら、ほら。今しようとしてたの。今しようとしてたと言われるのが一番嫌。もう勉強せん。わいしょ。仕事で使えば見てきてやった。ほら、特殊も早つけんか。早くそう、おやじめ。ちょっと煙さ、もう。マキの一丁だりんけん、切っていく。うん、なんか今発電機作るときさ、うん、前に進んだらどうしようって一瞬ドキッてした。はい、エンジンやなかった、うん、エンジンやけどさ、なんて言うよ、後ろ。お、何も言うとらん。これ、お米ってどんぐらいで炊けたっけ。いや、結構早かった。ね、今はそっちにおっけん。そうね、もうちょっとね。まあ、ちょうど炭のシケットし、ちょうどよかかもしれん。やっぱシケット？シケットね。シケット。シケットだらやね。ちょっとビラでも、ちょっと笑ってしまったよ。あのまあ、もう、うん、なんか、もう全然分かったんだけど。素晴らしい前やったけどね、今。いいタイミングやったけど。笑ってしまった。おかえり。お迎えはまだ来とらんやった。あ、車は置いてきたけよかとか。ありがとう。お、いいボルトや。おお。あれはじゃあ今のうちもう塩交換。ああ、確かに確かに。で時間は？いや、後でしゅ。後です。後でしゅ。ご視聴ありがとうございました。この動画はハウスの原産の協賛でお送りしました。はい、概要欄もチェックしてください。ホームページが貼ってあります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またね。